きげんよう。ごきげんよう。今日ビッグファイブ、はい、なんでやろうかと思ったかという、はい、うん、まあ、これ時を同じくして聞いてくださいよ、はいはいはい、なんか YouTube の、うん、なんでアルゴリズム、はい、AI が的確すぎて怖いと思った時ってありませんか。そんなに怖いと思ったことはないです。なんかそのおすすめ動画って出てくるじゃないですか、うんうんうん、あれが的確すぎて怖くなるときってありません？別に怖くはならない。なんか見てんのかって、うん、あ、まあ分析はされてる。最近何が上がってきたかというと、うん、48歳で就職は、うん、あの契約社員の人が、はい、なんか一人キャンプ行ったり、うん、みたいなあのの車の中で撮ってるみたいなやつとか、はいはい、釣りをしたりとか、うん、っていう人の動画で、うん、なんかその人がなんか報告しますみたいなのを上げていて、はい、うん、あの YouTube で今15万人いるんですけど、うん、まあ、48歳ですと、うん、15万人いて、うん、ちょっとこれだけじゃもうご飯が食べていけませんと、うんうん、なのでその就職を探そうとしても、うん、やっぱり48歳だともう経験者しか取られないんですねみたいな、うんうん、切実な動画が上がってきてですね、はい、で要は僕は48歳で、うん、はい、いやもうなんとかこの場がねこれでご飯食べれるといいですよねみたいなのを言ってて、うんうんうん、なんかまあせめて1万人になったらとか10万人になったらみたい な、うんうん、なんか夢のような話をしてるんですけど、はい、15万人で48歳の人がそれで飯が食えてないっていう YouTube が上がってくるんですね、うんうん、見たんかと僕の気持ちをなんでこの僕が欲しているそういうのとか、うんうん、あとはあの山岳遭難した人がどんなルートをたどったのかっていう動画とか、なんでこの的確にね当ててくるんだろうというところで、なんかその岡田敏夫さんっているじゃないですか、なんかあの人がこちらの本を勧めていたんですね。スピリチュアルズ、私の謎、成功哲学や幸福論は最新の科学で根本的に変わったっていう本なんですけど、うん、岡田敏夫さんがそのご自身の動画の中でこの本の紹介をしていたんですけども、はい、こちらの本で何がその書かれていて、うん、岡田さんがどう紹介していたかというと、要はその人は Facebook の5人、うん、Facebook である5人とのやり取りを見ただけで、うん、おおよそこの人の 80% ぐらいは、うん、特定できると、どんな人かっていうのが、うんうん、でさらにその人数が広がると確率は高まる、うん、みたいなのを使って、うん、そのトランプ大統領をそのビッグファイブの因子を使って、うんうんうん、あちらはヒラリーさんでしたっけ、トランプの時の、はいはい、ヒラリーさんの票を下げ、うん、トランプを上げるっていう、うん、そのマーケティングに成功したっていう紹介をしていて、確かにこの我々がよく取り上げるエニアグラムとか、うん、16タイプの、うん、まあ、カーシー博士、はい、ユング、うん、これらは、うん、あの誰も、うん、あのウィッシュじゃないダイゴさんが取り上げないんですね、はいはいはい、あっちゃんも取り上げないし、中田のあっちゃんも、それどころか否定した気はしますけどね、大吾さん。大吾さんは、はい、ウィッシュじゃないスプーン曲げの大吾さんは、はい、あの MBTI は、はい、あの科学的ではないと。なるほど、はい、それを今我々はキャッキャキャッキャ言いながら、はい、あ F ですね、うん、T ですねってやってるわけですね、うんうん、そうなんですよ。誰もとりあえず、まあ、隊長前なんかそのどこかで見たみたいな話で、はいはいはい、いや科学的に、うん、まあ、科学者たちは、科学者たちは誰も向いてないと、うん、ちなみに、本としましては、はい、映るかな、これですね、スピリチュアルズ、はい、と、うん、こちら性格の心理、はい、ビッグファイブと臨床から見たパーソナリティ、うん、サイエンス社、これは心理学に対する関心が高まっていく中で、うん、大学教育でその心理学を学ぼうとする子たちに、はい、まあ、初めに読んでほしいみたいなところで作られた本を持ってきたんですけども、うん、はい、要はビッグファイブというのは臨床っていう言葉にもあるように、うんうんうん、いろんな科学者が
科学的にそれを解明しようとして、うん、あるねと認めた部分、はい、人間の中に、うん、そういう、まあ、なんか再現性だと思うんですよ。まず性格の心理、うん、ビッグファイブと臨床から見たパーソナリティ、うん、こちらの本では類型論っていうところから始まるんですけど、はい、いろんな人と接しているとそこには共通性を見出すことができて、うん、人をいくつかのタイプに分けることができます、うん、一定の基準で人をタイプに分けて記述する方法を性格の類型論と呼びますと、うん、パーソナリティ、この性格の個人差を見る最も素朴な方法は、うん、人を分類することであると、うん、まあ、血液型の性格論とか、うん、星座占いが流行するように心理学に関心な人でも、うん、まあ、人の性格についてはそれなりの分類をしていると、うん、私は A 型だから、うん、あの人は A 型だから几帳面だよね、うん、あの人は B 型だから大雑把、うん、すぐこもう自分勝手な行動するみたいな、はい、っていうのをやりたがる、うん、でまあ古くはギリシャ時代から多くの類型論がありますよと、うん、でまずこの類型論っていうのは、まあ、人を少数のタイプに当てはまるところで無理が出てきますよと、うんうんうん、そこで一つや二つの視点ではなく、うん、外交性、うん、社交性、うん、真面目さ、うん、といった数多くの視点から人を捉える性格の特性論、うん、の考え方が現れましたと、うん、例えばその学校の成績表とか、うん、企業の勤務評定とか、うん、面接の評価、うん、みたいなものがそうだと、うん、で特性論でビッグファイブも特性論でそうですね、はいはい、で特性論で問題になるには、うん、特性をいくつ選ぶかだと、うんうん、で極端に言えばあらゆる特性をリストアップしていけば、うん、ある調査では辞書には4500性格を表す用語があるよと、はいはい、いやそれを対局したとしても2250、うんうん、その対局にするとあると、はい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 、分かれへんやないかとっていうところでその問題を解く一つの方法が因子の分析であると、うん、少ない因子にまとめることができますよと、うん、で因子分析を使って性格テストを再検討ししたものを因子論と呼びますと、うん、いうところでいろんな12個に割ったりとか、はい、っていうのが出てきて、うん、最終的に因子論からビッグファイブっていうところにたどり着きます、はい、でビッグファイブというのはこちらですね。ビッグファイブの特徴としましてはまず第一の因子としては外向性と内向性でありますと、うん、これは人との関係などで外界に積極的に働きかけるかそうでないかという次元であると。外向性の人は積極的であり常に強い刺激を求め活動的であるが極端になると無謀な面が現れる、うん、一方内向性の人は控えめで刺激を求めず物静かな生活を求むが極端になると臆病気遅れという面が強くなる。この因子はユングの構成理論に発するものということができると、うん、で第二の因子は愛着性分離性であると。これは人との関係において周りの人に同調しやすいかあるいは自主自立の道を進むかという次元であると。で第3は統制性と自然性の因子であると。これははっきりとした目的や意思を持って物事をやり抜こうとするか否かの次元であると。情動性第4の因子は情動性非情動性の因子でこれは危機に敏感に反応するか否かということであると。で第5番目としては有意性と現実性これはイメージや思考などが恒常か否かというところであると。で、はい、これはその、まあ、先ほどの表にもありましたようにその極端に行き過ぎると病理的な傾向となり、うん、まあ一般的にはその例えば外向性と内向性で言いますと積極的か内向性は控えめか、はい、で積極的が病理的になってしまうと無謀になる、うんうん、
控えめが病理的になると臆病とか気遅れっていうことになりますと。で第2番目が愛着性と分離性。これ一般的な特徴だと親和的、愛着性というのは親和的で、これが病理的傾向になってしまうと集団埋没になりますと。で分離性の方に行く人は一般的な特徴だと自主独立的、ただこれが病理的になると敵意自閉っていうところになりますよと。で統制性と自然性というのは、統制が取れるっていう意味ですね。統制性の一般的特徴は、目的合理的、でこれが病理的になってしまうと仕事中毒、この統制性と反するのが自然性というところで、自然性の一般的特徴としてはあるがままに、で病理的傾向になると無意怠惰という方向に行きますと。で4番目の因子としては情動性か非情動性、情動性というのは、悲観的っていう言葉ですかね、なので一般的な特徴としては敏感、でストレスがあると不安緊張などの感情的な反応を持ちやすい、で病理的傾向になっていくと神経症になる、非情動性というのは情緒の安定した、が病理的傾向に行くと、鈍感、感情が鈍いと、危機があっても動じることがない、感情が平板、で最後の第5の因子としては、遊戯性現実性、これは一般的な特徴としては遊び心のあるとか、新しいものに好奇心があって近づく、これが極端になると、逸脱妄想になるんですけど、社会から離れて、なんて言うんでしょう、妄想的なことを考えてしまう。で一方、現実性の人は、一般的な特徴としては堅実。ただ、これが病理的な傾向になると、権威主義っていうところになりますね。で、あとこれ、何が書かれているかというと、こちらの本もこちらの本も、この今の特徴がどのようなテストによってこういうふうにこの結果が人間にも出るし、動物実験をしてもそういう傾向が出る。なのでこれは科学的に人がこういうふうに分かれるというのは科学的に証明されたされてますよねっていう本がこの2冊でございました、はい、っていう話なんですよ、はい、っていう話です。待てと。あ、何が待てですか。俺が知りたいのは、これをどうやって使うかなんだ、